雨上がるは山本周五郎の短編小説。映像化もある。1951年7月にサンデー毎日増刊号に掲載。おごそかな乾きに初集。道場破り参照。あらすじ職もなくあてのない旅をする武士、三沢伊兵衛。そしてその妻、だよ。ある日大湯で足止めを喰らい、立ち寄った宿で様々な人々の喧嘩に出くわす。 命危険を顧みず、中を取り持つ異兵。その一部始終は、藩主の目に届くこととなる。藩主は、異兵の人柄を機に、飯、剣術師南番として、城に迎え入れようと申し出る。職にありつけるかもしれない、大きな期待を胸に吉報を約束する異兵。しかし、事態は望まぬ方向へと進んでしまう。そして、雨上がる。晴れ晴れとした空。 青々とした緑に誘われ再び当てのない旅に出る運びとなった三沢夫婦。しかしながら、二人の心はいつにも増して晴れやかだった。キャストスタッフエピソード黒沢は、脚本執筆中に骨折して、療養生活に入り、完成させることなく亡くなった。助監督として、脚本執筆の手伝いをしていた小泉が黒沢から、聞いた構想や残されたノートを参考に補作して、 完成させたのが、この脚本である。黒沢の通夜の時、黒沢久夫が、長年、黒沢の側にいて尽くしてくれた、小泉さんに、恩返しの意味も込めてこの作品の監督をしてほしいと、漏らしている。さらに数日後の黒沢の、お別れ会の時、黒沢組の皆を前に、小泉さんに監督をぜひやってもらいたいので皆、協力してほしいと呼びかけ、その後監督として、 小泉は準備し、8ヶ月後にクランクインする。受賞、2000年度日本映画、外国映画業界総決算経営、制作、配給、工業のすべて、キネマ旬報2001年2月下旬号、キネマ旬報社、2001年、150ページ。黒沢明、夢は天才である、文芸春秋1999年。ありがとうございます。